おもちゃ業界で最大の商談専門の見本市が開かれ、多くの商品が並ぶ中、日本文化を感じさせるおもちゃなど、インバウンドを意識したものに注目が集まっていました。おもちゃビジネスフェアで今年注目のおもちゃがずらりと並んでいます。台東区で開かれたのは、おもちゃ業界で最大の商談専門の見本市で、それぞれのメーカーの今年の新製品5200点以上が展示されています。思わず触れてみたくなる手触りを楽しむ感触系トイや、子供心を持った大人向けにキッズとアダルトをかけたキダルトトイと呼ばれるおもちゃが並んでいました。中でも今年のトレンドは、インバウンドで訪日観光客を意識したものが増えています。紙で作られた、どの角度からでも楽しめる日本の建造物のミニチュアキットです。歴史的建造物や浮世絵など、日本文化を感じさせるおもちゃが多く展示されているほか、キティちゃんやドラえもんなど日本を代表するキャラクターの商品が人気だということです。日本政府観光局によりますと、2月の訪日外国人の数はおよそ278万人となり、コロナ禍以降で最多を更新していて、おもちゃ業界もインバウンドに熱い視線を送っています。今、外国のお客様が日本に相当来日されてますけど、キャラクターや和を中心とした、日本の良さをこう訴えている商品が人気がございます。少子化でおもちゃを買う子どもが減る中、インバウンドでの後押しが期待されます。